こんにちは。まず最初に、ジュンヌパフェパホンセあの、1986年に、失明をして一度絵を諦めたんですけれども、その後あの目が見えなくても絵が描けるっていうことに気がついて、1990年から、またイラストレーターとして復活して、その後ずっと、イラストレーターとしての仕事を続けています。途中であの絵本というあの、まあ、イラストレーターにとっても最も難しいジャンルの仕事に挑戦して、まあ途中から全盲の絵本作家っていうあのこだわり にも、まあ、こだわりで仕事もしているわけですけれども、あの 今まで特定秘密保護法案の非常に格調高いお話がずっと続いていたんで、いきなりあの私的なね、それから、まあ言わせていただければアーティスティックなね、そういうお話になっちゃうんですけれども、まあ、先ほどからいろんなお話が出ていて、要はですね、ここに集まってるような意識の高い、ね、頭のいい人たちだけじゃないんですよ、世の中は。ね、印象としてはね、そうじゃない人たちが大半なんですよ。でね、その人たちをどういうふうに政治の世界に取り込んでいくか、もしくは国を動かすというか、ね、大きなね、あのカテゴリーでの思考というか、そこにあの導き込んでいくかっていうことが大事であって、我々が、ね、難しい話をしていてもね、分からない人たちが大半なんです。でそこをどうするかですよ。でね、僕はあの、まあ、今あの目が見えなくて絵を描いてるっていう話をしましたけど、一つ心を変えればね、人間にとって不可能はないんだっていうことをね、僕具体的にやってみたいなってことをね、失明当時考えたんです。つまりね、目が見えなくなったら何にもできないって一般の人は考えるんですよ。例えばね、僕は目が見えなくなって、あの全盲の画家としてスピーチをするときに、どうやってトイレに行くんですか、例えば小学校に行くとね、どうやって歯磨くんですかって、歯を磨くなんてことは目が見えなくたってできるんです。トイレだってそうですよ、別に、ね、目は必要ないんです。それでね、絵を描くってことは目が見えないと絶対絵は描けないとみんな思ってるんです。ところが僕は全盲でちゃんと絵を描いて、その絵が何の絵であるか分かるような絵を描いて、さっき堀淳さんにあの初めて絵を見ていただいたら、まあ、どうやって描くんですかってあの質問を受けたんですけど、僕普通に描いてます。あのね、目の見える画家が普通に絵を描くように、僕も普通に絵を描いてます。なぜかっていうと、目が見える時に全能力を傾けて絵を描いてきたからです。そのね、全能力を傾けてきた経験っていうのは、ね、僕の体に染み込んでるんですよ。僕の、ね、頭脳が、僕の右手が、僕の体が絵を描くってことにね、全て習熟している。つまりね、その時点になると目なんか見えなくたって絵描けるんです、うん、でそのことを具体的に示していく、みんなに分かっていただくことが全盲のイラストレーターとしての僕の仕事だなっていうふうに思って、そして仕事を続けてるわけです。あのつまりね、見せれば分かるんですよ、簡単なことが。だから例えば民主党がね、政権交代をして、政権交代ってできるんだってせっかくあの時分かったのに、なんでね、その政権交代がうまくいかなかったかっていうのは、本当はその一票を投じた我々が最後まで責任を取らなかったっていうね、そういう責任もあると思う。できるだけ分かりやすく、みんなに分かるようにあの示していくってことも頭のいい人たちの仕事だと思います。まあ、僕は決して頭良くないしね、例えば宮台先生とか下村健一さんがなんで僕なんかと付き合ってくれてるのかよく分かんないんだけども、ただ僕は愚直なまでにね、要するに自分のできることをやっていて、それをみんなに 見ていただくっていう、でそういうことを今後も続けていきたいと思います。あの拙い話を聞いていただいて皆さん本当に申し訳ありませんでした。お意見いつもありがとう、はい。